遊戯王といえば、カードゲームとして、20年の歴史を誇り、今日もなお、業界を代表する、パリコレ的存在であるが、そんな、赤ん坊が立ち上がった棒で、赤ん坊を作れるようになるほどの時間経過の中では、様々なデッキが考案され、時に愛され、時に憎まれつつも、共に歩みを進めてきた。そうして、あまた刻まれしわ立ちの中でも、最も美しいと、デュエリストたちに評されるデッキこそが、このドグマブレードである。こちらのデッキは、レシピを見てもらえばわかる通り、大量のドローソース、門下、メイス入りによる墓地肥やしと、マジカルエクスプロージョンによる効果ダメージを狙うことに特化した、いわゆる、先行ワンキルデッキの一つである。先行ワンキルとか、ひどいことをするデュエリストもいたものだと、憤りを覚えずにはいられないが、このドグマブレードが後世まで名を残したゆえんは、成功率の高さもさることながら、やはり、構築の美しさにあるだろう。本デッキが考案された当時、2008年頃の遊戯王といえば、まだまだグッドスタック系のデッキが勢力を伸ばしていた時代。今日のような、テーマを基軸としたデッキは、極少数にとどまっていた。それゆえ、コンボデッキを作ろうにも、テーマ同士を組み合わせるといった、単純な方法を取ることができず、例によってこのデッキも、一見すると、テーマもヘッタクレもない、ごった煮のような印象を受けがちである。しかし、実際には、ドグマブレードほど、シナジーの噛み合ったデッキも他になく、多くのデュエリストたちが、そこにミケランジェロ的美学を見出したことにも、不思議はない。名前の由来となっているドグマ街は、エアーマンからサーチ可能なレベル8で、デスティニードロー、トレードイン、双方のコストとして優秀な働きを見せた。同時に、3体生贄という召喚条件から、モンスターゲート、メイス入りの効果を邪魔しない点も、高く評価されていた。名前の由来のもう一つ、真剣フェニックスブレードは、言わずと知れたコスト要因であり、墓地の戦士族2体を除外することで手札に返ってくるため、手札コストを要するカードの運用に、一役買っていた。加えて、ドグマブレードにおいては、モンスターを除外することが、メリットとして機能し、ディスク外や、皇帝クライスを除外ゾーンから帰還させることで、ドローにつなげる動きは、もはや1回のデュエル中に、3、4回は見ることになる、規定路線であった。こと、使い回しという点で言えば、アームズホールの存在も外すことはできない。デッキ、墓地から装備魔法をサーチするアームズホールは、制限カードである、早すぎた埋葬をサーチしつつ、デッキの圧縮も同時にこなすという、一挙両得な性能を有していた。なお、その価格は、1枚5000円を超えるまでに高騰し、ドグマブレードの構築難易度を、天井知らずに押し上げていた。まあ、デュエルディスクのプロもだから、多少はね。そして極めつけは、エラッタ前の、混沌の黒魔術師。このモンスターを特殊召喚することで、即座に墓地の魔法カードを回収するムーブに繋がったため、ライフの許す限り、次元融合による、除外ゾーンからの特殊召喚ができ、特殊召喚するためのカードを、特殊召喚することで賄う動きは、控えめに言って、インチキ臭かった。なお、混沌の黒魔術師には、フィールドから離れた場合に除外される効果もついており、サイバーバリーなんかと一緒に、次元融合で帰還。特殊召喚時には、次元融合を回収してループというのが、デュエリストとコンクロの、エターナルだった。ちなみに、次元融合のライフコストは、魔力圏薬術で踏み倒すぞ。かっこ白心。隠して、テーマの垣根を超えた構築ながら、圧倒的シナジーを備えたドグマブレードは、時代に名をとどろかせ、同年、9月の制限改定を迎える頃には、主要パーツを軒並み規制され、ひっそりとその生涯を終えた。あれから10年以上が経ち、今日、デュエリストたちの記憶の中には、その構築連動の高さと、動きの無駄のなさから、歴代デッキの中で、最も美しいデッキという、栄誉だけが残されている。ご視聴ありがとうございました。